本日の動画は、はい、どうも皆さんこんにちは、オベルサスです。というわけで今回も、やっていきましょう。乃木フラ登場になっちゃった。はい、ということで今回からですね、選べるグループ対抗ツアー記念開催ガチャがスタートしております。はい、でこちらなんですけども、まあお知らせで言っていただければわかるんですけど、今回 AB がまず今回出てきまして、で後にですね、1月の27日かなから、CD が始まります。でこれなんですけど、まあ、ほぼほぼ全メンバーが出てくるっていう風な感じですね。SSR までは弾けないんですけど、SR までは弾けるような状態となっております。はい。見ていきましょう。まずタイプというか A からですね。A のメンバーは斉藤さん、鈴木さん、梅沢さん、佐藤さん、黒見さん、佐藤さんが2人。で、柴田さん、弓木さんの、合計何名 ?8 名となっております。はい、でこの中からお気に入りのメンバーをセレクトしてやっていこうという形なんですけど、まあこれはグループ対抗ツアーじゃないや、失礼しました、記念開催ガチャに全体を通していることなんですけど、まあ、個人的にはやっぱ皆さんある程度自分のメンバーとかその他もろもろっていうのは揃ってきてると思うんですね。なので、まあ、シンクロとかその他もろもろを優先にしていただいて結構いいのかなと個人的には思っています。例えば僕、レアの鈴木さんを解放すればシンクロまた1個、増えますし、あとレアの佐藤理香さんも、解放すればシンクロも解放されるので、まあ、そういったものをまず優先的にやっていただくのもいいのかなと思います。で、なおかつですね、今回 AB 両方とも、2つのパターンに分けて僕のおすすめをちょっと用意してきましたので、今回それも、なんだろう、言っていこうかなと思います。はい、まず今回2つに分けたと言いましたけど、部門を分けました。まず火力部門。火力っていうか、まあなんか、人を殴るって言い方変だな。まあ、結構そのパワー源になったりというか、そういう風な感じでできるキャラと、あとお邪魔系、まあ状態異常を与えたりだとか、デバフ系とか下げ効果だとかっていうのを与えるのの、個人的におすすめなやつですよね。あくまで僕の感想なので、一種のその、なんだろう、選択肢としてちょっとポッてあるような感じで持っててください。はい、まず A です。 A の個人的に火力からいきましょうか。火力的には僕斉藤さん結構いいかなと思います。はい、でこちらなんですけど、まあ味方2名を興奮と威圧状態にするっていうのもありますし、敵に 800% のアピールを行うことができるっていうふうなこともできます。でさらに最大アピールが最も高いライバル1名に100ターンなら2ターンの間フィジカルダウンとメンタルダウン状態にして、ライバル4名に 380% のアピールを行うので、まあ、メンタルフィジカルを下げた状態でさらに自分も殴ることができるっていうふうなこともできますし、まあ、味方の火力とかも上げながら自分も殴れるというふうなこともできるので、結構いいんじゃないかなと個人的には思います。はい、で続いてこちら佐藤楓さんです。はい、こちらが、必ず会心アピールになる系の、スキルとなっております。はい、ライバルの残り HP 割合が 50% 以上の場合会心アピールになるっていうのがまず1個目のスキルで、2個目のスキルはライバルの残り HP が 50% 未満の場合必ず会心アピールになるので、まあ、この発動する条件というか、なんかほぼ AI でこのゲーム決まってしまうので、AI っていうか自動で決まってしまうので、そこは何とも言えないんですけど、まあマッチすれば、800% のアピールを行うし、会心アピールにもなるので、かなりの、ダメージソースになることができますので、佐藤さんも結構いいんじゃないかなと思います。はい。SSR だったらこんな感じになりますね。固定値を上乗せしたアピールになるんで、本当にもう、一発集中型みたいな感じなので、まあ、逆転の目とかが狙いやすいような、キャラなのかなというふうな感じで思いますね。エイペックス風に言うとクレーバーみたいなイメージがあります。当たればめちゃくちゃ強い、外せばドンマイというふうな感じです。続いてお邪魔系ですね。まあ、デバフとかそういった諸々を与えるっていうイメージなんで、はい、1人目なんですけども、まずは鈴木さんですね。となっております。まあ、純粋に、スキルに両方とも点灯効果を持っているっていう風なことに関してなので、かなり強いんじゃないのかなと思います。でこれ SR だと1個目のスキルに点灯もつくので結構いいのかなという風な感じで思います。まあここはまあまあまあといったところですかね。はい、まあ、この行動ができなくなる系スキルであったりとか、あとスキルが使えなくなる系のスキルっていうのはかなり
ダメージを抑えることができるので、ここら辺も結構いいのかなと個人的には思っております。はい、まず1人目が鈴木さんで、もう1人が、柴田さんです。あ、間違えちゃった。柴田さんは、まあ、餌の状態でアピール力ダウン、それから落胆、行動ができなくなる系ですね。これも転倒と落胆同じなんですけど、なぜ、文言違うんでしょうか。永遠の謎です。まあ、SSR の状態でも、まあ、その他のスキルもかなり、いい感じになるので、結構お邪魔系のスキルを持つキャラとしては結構十分なんじゃないのかなと思います。で、結構柴田さんを選んだ理由っていうのが、さっき、鈴木さんの時には SSR だったらめちゃくちゃいいしけど、SR だったら1個しかないよねみたいな話をしたと思うんですけど、柴田さんだったら SR の状態でもアピール力ダウンと落胆が持っているので結構いいんじゃないかなと。 SSR を基準としなくても SR のみの基準だけで結構強い、なんでこのガチャだけでも手に入る SR っていうようなことを考えたら結構いいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ続いて B の方行きましょう。個人的おすすめメンバーです。まず火力の方からまた行きたいと思います。1人目は坂口さんです。また間違えちゃった。こちらもですね、先ほどの佐藤楓さんと同じような感じで、残り HP が最も低いライバル様に 280% のアピールを行う自身の残り HP、 これは今回自身の残り HP ですね。だからライバル以上の場合とライバル以下の場合で倍率が2倍になるんですね。まあなんで結構いいのかなと思います。ただ会心ではないのでそこがどうなるのかなっていう部分は若干あるんですけど、まあ純粋なそのパーセンテージの話だけで言うと結構高いのかなと思います。はい、でプラス SSR になったら転倒と失刀状態も付け加えられるのでかなりいいんじゃないかなと思います。ただまあ今回のこのガチャは SR までしかゲットできないので、まあ、そこがどう響いてくるかっていうところもあるんですけど、まあ、今後のことも考えたら SSR 枠もちょっと見てもいいのかな、どうなのかな、ちょっとさっきと違う言葉になってきそうで怖いんであんまここら辺は深く言いません。はい、でもう一人が北川さんです。はい、こちらもですねライバル4名に240から720のアピールを行う、リタイアしていないライバルの人数が少ないほど、バリザが上昇するというふうなことなので、まあ、敵の数が多ければ多いほど、バリザ上がりますというふうな感じなので、まあ、序盤から結構戦いやすいキャラになってくるのかなと思います。はい、で SSR の方が、まあ、1560% でライバル6名に増えてるんでここも結構強くなるっていうようなところですね。でまあ、もう一個の方でアピールを 40% 分回復するというふうなこともあるので、まあ結構いいのかなというふうな感じですね。まあ、回復もありつつ敵を殴れるっていうような意味もあるので、はい、そこが、まあ、火力って言っていいのか分かんないですけど結構殴りやすいキャラっていうふうなことで考えたら、まあ、ちょっと北川さんいいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、続いてお邪魔系ですね。お邪魔系、まあ一個これ推し補正も若干あるかもしれないんですけど、レナチさんですね、です。はい、でこれ SR でメンタルダウンとフィジカルダウンが両方ともありますので、まあメンタル、フィジカル両方とも差があってくれるので敵にダメージがさらに通りやすくなるっていう風な感じです。まあ、SSR になったら、ライブがデバフ効果の場合倍率が2倍になるっていうのも付け加えられるので。まあ、一人で、結構強く当たれたりだとか、あと他の、お邪魔系のスキルと噛み合わせることができれば、まだ倍率が2倍なので、そこも結構いいんじゃないのかなと、個人的には思います。はい、そしてお邪魔系で二人目ですね、が中村さんです。はい、SR の方見とくか。これも、先ほどの A の時と一緒で、転倒とアピール力ダウンっていうのが、もう SR の状態からついているっていうので、ちょっと採用してみました。はい、まあ、アピールを行って転倒状態にするで、アピールを行ってアピールダウン状態にするっていう風な感じですね。ただこれ餌だとアピールごとに、35% の確率、まあ、4回アピールを行えるんで、まあ、1回ぐらいは転倒できるよねっていう風な感じなんですけど、はい、でも SSR になったらもうちょっとこれがパワーアップしてディフェンスダウンと転倒っていう風な感じになります。なんでここもそういう風な面で考えたら結構いいんじゃないのかなと思って今回、採用しました。はい、とまあそんな感じでございます。まあもちろん自分が欲しいメンバーを一番、取ってあげるのがベストなんですけど、まあ、例えばなんかガチャチケとかが余ってて誰にしようかなみたいな、あとシンクロもまあゲットできる方法ほぼ解放したし SR かみたいな感じになった時でいいのでこれも結構あるかなと思います。
まあ、何度も言うようですけど、僕は本当にシンクロ優先で考えていいかなって思います。はい。最後にそこだけ言っておきます。ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。まあ、他にもね、このキャラこういう風なことがあるので便利ですよとかあったら、ぜひぜひコメントで、教えてください。ということで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。